うございます。今日は超絶うまい人たちを集めてまいりました。みんな笑ってますはい、初めてのメンバーになります。よろしくお願いします。お願いします。舞台となるのは木更津ゴルフクラブで、草尾さんのメンバーが、はい、そうですね、そうですね、楽しくやっていきたいと思います。お願いします。はい、はい、まあ皆さんも知ってる翔太美希子さんです。お願いします。ちょっと軽くね、今日は一人一人撮っていきたいと思いますので、翔太さんは競技歴どれぐらいになりますか？はい、もう競技に出た時からは25年ぐらい。もうそんなベテランですね。うん、ね、小学校から出てるので。そっか、でも間空いてるんですよね。そうそうそう、大学の時はちょっと間空いてるんですよね。え、じゃあゴルフも26年目ぐらい。うん、おー、いやゴルフやった時からも結構競技すぐやっちゃったんですね。そう、1、2年目ぐらいからもうすぐに競技に出てたので、ちょっとそのくらい長くなって。はい、でベストスコアは66、66、うん、で平均飛距離は230ぐらいかな、30、40、うん、まあ、飛ぶと40ぐらいはあるかな。当たれば。得意クラブは、得意クラブは3度とか、でもパターだったんだけど、最近ちょっとね、やっぱりオフシーズンだったこともあってパターがちょっと入らないんだけど、一応3度とパターってことに出ます。はい、皆さん翔太のことは知ってると思いますんでなんで一人一人聞いてるかは後で言います。はい、ランさんの競技歴はどれぐらいになりますか？うん、5年ぐらいかな。お、そんな、じゃあまだあれなんですね。そう、まだまだあの浅いですよ、ね、本当一番後輩と思います。一番後輩ですか？みんなの中でも、みんなの中でも一番あの浅いと思います。はい、うん、ちなみにベストスコアは？ベストスコア70。わ、うまい70、はい、はい、で平均飛距離は大体どれぐらいになりますか？平均距離は大体200くらいかな。200くらいかな。200くらいかな。200から210くらいかな。うん、その前後かな。な、うん、ちなみに得意クラブは？得意クラブはやっぱりアプローチ得意。アプローチ得意。得意かなと思う。やっぱアプローチでスコアをまとめてくるタイプかなと思います。ちなみに、ラン、うん、さんの今までの一番競技で出てよかった成績って何なんですか？それでちょっとプラまで出て、それであの70で回ったのね。あの、それ良かったんですよ。プラまでて70ですか？そう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 。すごい。それとあのまあ去年のあの関東じゃなくて全日本で、全日本のシニアの4位だったんですよ。すごい。はい。全日本シニアの4位？そうです。去年ね。やばい、超うまい。え、ランさんシニアなんですか？シニア今もう54歳。マジ？はい、この中一番年上。本当？はい、すごいですね。全日本シニアの4位はちょっと去年ね、すごい。うん、じゃあそのね、やっぱアプローチとパターだと思うんで、しっかり見ていきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、あやさんです。お願いします。お願いします。あやさんの競技歴はどれぐらいになりますか？競技歴はそうですね、5年ぐらい。はい、じゃあランさんと同じくらいですね。そう、あ、でもランさんはもうすでに名前が知れてたので。知れてました。はい、でゴルフ歴はゴルフ歴はもう少しで7年になります。あれ、嘘。はい、ええ、ゴルフ歴7年なんですか？そうです。ちょっと私いろいろ知ってるから。え、本当に？そうです。ちなみにベストスコアは？ベストスコアは71ですね。ゴルフ歴7年でベストスコア71っていうのはちょっともうおかしな感じ。ちなみに平均飛距離は？平均飛距離そうですね、230くらいかなと思うんですけど、ちょっと今あの少なめに。そんなことありません。40ぐらいは行きますか？平均でいくとポロっていうのもあるし、ポンってと思う。はい、でちなみに得意クラブは？ちょっとないですね。ないです。苦手はありますけど、パター。パターはちょっと苦手ですね。今までの一番良かったこう競技の成績、はい、成績、はい、あ、成績はですね、はい、去年ですね、2018年、2018年、はい、関東クラブ大会優勝。あと、ちょっと待って。それはまあみんなの力もありますけどね、一人じゃないから。関東クラブ大会、はい、自分が所属してる、所属してる東千葉カントリークラブ。東千葉なんですか？そうです。あの強い、強い男子はね。男子はね、女子はね、無名だけどね。そうなんです。そこででも入って、入って。ちなみにいくつで回られたんですか？予選もあの決勝も74で回りました。いやもうなんかち
もうできないですよ。ゴルフ歴7年ですか本当に。はい。でもう一個ありますよね。もう一個がね、はい、あの日本ミッドアーマー。はい。私も出てました。はい、予選落ちました。はい、しかも去年は全然なんかそこまで行けなかったのにもかかわらず、うん、今年すごかったんですよね。そうなんですね。去年ね、一昨年ね。あ、一昨年回ったのね。そう。一昨年回った時に土砂降りで。土砂降りでね。もう本当に、ね、修行みたいにね。私決勝でなんか森永でね、もう本当に台風みたいに大変でした、ね、なんでこんなにやるんだってブツブツ。なんかそれなのに今年は全日本行っちゃったんですよ。行っちゃってね。しかも上位ですよ。7年でどうやって上手くなったか聞きましょう今日は。はい。じゃあ次に行きます。はい。はい、ありがとうございました。靴澤さんです。まあ今日来てる中で多分一番ずば抜けてうまいかな。いやいや、それはないですよ。思ってますが、はい。靴澤さんの競技歴どれぐらいになりますか。競技歴はですね、10年ぐらいですか。10年ぐらいですね。アマチュア競技ね、出始めて。すごい。はい。でゴルフ歴はどれぐらいですか。ゴルフ歴は26年ぐらい。おー、なるほど。じゃあ16年ぐらいはアマチュア競技もやってなくて、うん、そう、やってなかったですね。アマチュア競技に行ったのは10年、うん、10年。はい。でベストスコアはちなみに65。アマチュアじゃないだろうみたいなね。はい。で平均飛距離はだいたい平均でも200ぐらいですかね。おお、うん、おお、200ぐらいで65。想像つかないな。すごい短いとこだった。ちなみに得意クラブは、得意クラブはそうだな、アプローチかな。アプローチ、寄せ、寄せ、やっぱそこ見ていきたいですね。今日はそこに注目していきたいと思います。ちなみに今まで取ったタイトルでちょっとこうトップ3を言ってもらっていいですか。トップ3、日本ミッド女子アマ、はい、あれ関東女子ミッドアマと、まあ、あとまあ日韓アマですかね。日韓アマ、うん、はい、もう、うん、いろんな記事見てたら日韓アマはなんと20歳の子、そうプレーオフでやっつけちゃった。そうもうびっくりしましたよ、うん、ニュースで見て、うん、あのネットのニュースで載ってたんですけど、うん、すごいメンタルの持ち主だなっていうのを感じてますので、今日はねその強さとかもねたくさん聞いていきたいと思います。ありがとうございます。お願いします。お願いします。すごい3つタイトル持ってる、やばい。じゃあはるかちゃんお願いします。お願いします。はるかちゃんってなんで、はるかちゃんだけはるかちゃんなんだろう、すいません。はるかさんです。嬉しい。お願いします。お願いします。はい、はるかさんの競技歴はどれぐらいになりますか。はい、11からだから20年ぐらい。20年ぐらい。でもずっとってないよね。そう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 、あのキンキンはもうね5年ぐらい経つかな。そう、そうね。じゃあ そうだ、そこ引くとなると13年ぐらい。13年ぐらい競技をやってました、うん、やってない。はい。13年ぐらいやってない。やってない。嘘嘘。13年ぐらいやってた。はい、はい、13年ぐらいやってたってことになります。でゴルフ歴が20年ぐらい。そう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 、ね、はい。ちなみにベストスコアは67。すごいね。3人目の60代。はい。平均飛距離、平均飛距離210ぐらいかな、かな、うん、210ぐらいかな、飛ばないかな。はい。で得意クラブは、得意クラブパターかな。パターかな、うん。初めてですね、今日パター。初めて、今日初めてです、パター出てきたの、うん、はい。ちなみに今まで取ったタイトルでタイトルこれだなって思う、パッて頭に起こるだな。大学の時に、はい、全日本、団体戦で優勝して、うん、その時のメダリスト、おぐらいかな。あとあるじゃないですか、もう一個クラブチャンピオン。あれでもタイトル取ってないから、タイトルじゃないけど、あ、名誉、名誉、クラちゃん取ってますよね。クラちゃん、クラちゃん、はい、所属クラブのクラちゃんも男性陣を全て退いて優勝しています。っていうすごいね、大学時代、まあ、過去ね、過去バリバリやってたんですよね。過去、はい。さあ、以上、なんでみんなに、はるかちゃん横にいたままでいいですか。なんでみんなにこんなことを聞いたかと言いますと、今日はですね、この中で誰が一番いいスコアで上がってくるかを視聴者の皆さんに予想してもらいたいと思います。まあ名だたる、本当にあの誰が勝ってもおかしくない
状態です。でコンディションもいいですし、まあ、今日の調子もみんなそれぞれあると思うんで、本当に誰が一番いいスコアで上がってくるか私も分かりません。視聴者参加型の今回はね YouTube にしたいと思いますので、よろしくお願いします。お、いい、ナイス。あやちゃん、お、でもキックしてる。うん、広い方に行きました。お願いします。お願いします。おー、おー、ナイスショー。ナイスショー、言われた通りですごいね。なんかテレビ映りいい。今日一日よろしくお願いします。さあ、おお、うまい、ナイスショー、よろしくお願いします。ちょっとシニアの飛距離じゃないですよ。シニア、シニア、シニアの中一番年上です。本当千代田さんどうですか、今年の冬は。今年の冬は主にトレーニングを重視してました。筋肉つけたりとか、あとちょっと走って持久力つけたりとか、ちょっと今までとは違うようなことをしてみました。してみました、してみました。そうだよね、千代田さん試合とかいっぱい出てたけどトレーニング全くしなかったもんね。そうそう、あんまりね、あの筋肉痛とかが嫌であんまりしないようにしてたんだけども、うんうん、去年は日本アマとか出ることもあったので、はい、そのジュニアの子たちとの飛距離の差も感じたので、もっと飛ばしたいっていう気持ちが強くなって、もっと飛ばしたい、もっと飛ばしたい、だからちょっと体も一回り大きくなってもいいかなと思って。でも飛ぶようになったんじゃない。やってちょっと ね、なった、うん、やっぱりボールをこう捉えられるようになったっていうか、うんうん、ちょっと足もやっぱりちょっとサイズアップしたので、それでこうだんだん体幹がこうずっと鍛えられた、鍛えられてるのかなって。でもやっぱトレーニングすると筋肉痛とかになるので練習ができなくて、ちょっとそのバランスね、バランスが大事だけどね。はい。あ、これはね、コースがすごいことになってますよ。すごいね、伝わるかな、この左の、ね、左のダメ具合。ダメ具合。だってちょうど中ちょっとだったのに真ん中で左のちゃん、はい、じゃあちょっと左怖いです。右目、右目でいきます。うん、完璧じゃないですか。うん、そうだね、大丈夫。はい、ありがとうございます。よかった、ちょっと左足下がりで心配だったんだけど、ね、左足下がりのアウト、そうそうそう、難しいよ。、ね、まだちょっと芝も薄いしね。このメンバーでもあるの初めて。ランさんとは初めてで、うんうん、あやさんとは去年の12月に1回会ったのが初めて。なるほど、じゃあでもまだ2回目、うんうん、残りアーテージは150なんですけど、そこからピンが14ヤード入ってるの164、はい、からの上り、はい、ちょっと状況は厳しいです。34、いけるかな。4番アイアンでいきます。はい、いや、いいんじゃないですか、うん、ちょっと右だけど距離は行ってそう、ナイス、はい、なかなか朝一ロングで3打目4番アイアンでないよ。ないよ、4番アイアンで。うん、ナイス。コーディネートポイントは、はい、今日のコーディネートポイントは、写真映え、写真映えするところ。いや、すごい可愛いと思って。そう、もう一目惚れでした。一目惚れ。そう、ベースが黒でちゃんと締めるところは締めてあるんですけど、まあ、カラフルな感じ で、うん、でちょっと好きなピンクも入ってて、でさらにこの後ろに好きな星があるので、好きなものづくめなんですね、はい、好きなものづくめなのですごくお気に入りの一枚です。でそこにさらに白さで
ちょっと春らしく、春らしく。でここにスカーフ、スカーフがついてます。このスカーフボール吹くんですか。おしゃれだけ、おしゃれ。お、いい感じ。ナイソンです。ナイソン。ボール吹くのかと思った。違った。ちょっとスライスするかな。平らのスライス。まあ、フックだったね。はいよ。フックだった。ちょっと違った。まあでもでも。まあまあまあ下につけたということで。うん、これうまいですね。はい、ナイス。いいナイス。みんな寄せがうまいね。アーとかない。これからあるよ。アーとかない。おお、忘れちゃうか。はい、okay. はい、これは。オッケー、オッケー。はい、それで。結構ピンク好きなんですか。いや若い頃は好きだけど、この何年間くらいでピンクはしてないから、うん、ちょっと今日はまあみんな若いじゃない、うん、一番と年配でしょ。だからちょっとピンクに、ちょっとピンクに、ちょっとピンクに、まあ、ゴルフはね、若作りかな、若、ね、作りかなと思って。若作りした方がいいね、ゴルフ。そうそう。これは今なんか曲がってますね。これ曲がってるよね。曲がってますね。あーすごい。てかマジ 54です。トレーニングしてるんですか。トレーニングはしてないけど、あれストレッチやってる。ストレッチ、ストレッチの飛距離じゃないですか。ちょっとパワーが違うよね。おー、ナイスショー。さすがです。ありがとうございます。さすがです。おー、いや、いいよ。仕上がってます。飛んでます。よいしょ。ランさんが競技に目覚めたきっかけっていうか、まあ、好きになったきっかけは何なんですか。自分はね、昔スポーツ選手だったんだ。短距離の選手だけど。何の選手？短距離。短距離？うん、短距離。100m、200m、200m の選手。うんうん、昔ね、中国で行ってる時ね。はい。それでここでゴルフやって、やっぱりちょっと自分どこまでできるかなと思って、遊びのゴルフ、うん、やってるけども、でもやっぱりちょっと勇気出たいかな。どこまでで自分はこの日本の中で一位。いけるかな、いけるかなと思って、それでちょっと出てみよう。実際は私総理大臣入っていたの。なんかさっきから出てる試合がなんかちょっとすごい試合ばっかり。そうそうそう。総理大臣入ってなかなか出れなくないですか。出れないの。あれは男子のみになって、でも自分は知らないでエントリーしたの。それでしたら一人だけ女性入れたんですか。入れたの。それフルパクティで国カントリーでやって、はい、使わしたの自分。フルパクティで回ってるから男性と女性噛んでないからね。それから自分はよし、これから楽しいぞと。楽しい楽しい。なぜあの人350ヤードで飛んでも、うんうん、私184が飛んでるのを私つかしたよ。だからそれでなぜですかと思って、やっぱゴルフは距離じゃない、距離じゃないよと思って、始まったんですよ。9位。私はね、普通は5番アイアンだけど、これは160ぐらいあると言ってたから、私UTT の4番で打つ。はい。早いか。今のは何ミスですか。今ね、ちょっと早かった。早かった、うん、風あるから、どっちでも風あるときはどっちでもスイングは速くなっちゃうんですよ。うん、そうですね。特に雨か、そういう風のときあるとき、みんなスイング速くなっちゃうんですよ。
るんですよ、上手い人。止まれ。うわ、止まんない。そこまで行くんですか。そこまで行くんですか。いや、そこまで行くですか。意外に下ってましたかね。ねえ。もう少し、もう少し右が良かった。もう少し行ってもよかった。やっぱ強かった私のあのカップ ね、あれはねちょっと